ちょっと片耳外そうかな、なんかいれ そろそろ嫌になってきた。やみそう、まずやみになりそう。蜘蛛の糸をたどれ。蜘蛛の糸あるけど、どういうこと？蜘蛛の糸？ここにもあるよ、蜘蛛の糸。何もね。先が輪っかにな、あ、じゃあ輪になった縄が垂れている。これあれ、首吊りの首吊りの道具？そんな道具あるの？売ってるの？ちょっとわからないんで、キス上限ください。牢屋は3つあるけどよ、入ってみてか。全部入ってみてか。蜘蛛の巣だらけで汚いとこばかりだったろ。俺様みたいな潔癖症にとってはまるで地獄みたいなところだぜ。蜘蛛の巣を数えるだけで鳥肌が立っちまうぜ。やっぱ蜘蛛の巣なんだな。蜘蛛の巣を数えるだけで。蜘蛛の巣ね。はい、メモしました。全部で合計 6部屋あって、で、蜘蛛の糸の、順番に入れということなので、まずここだね。ここが、1つ、蜘蛛の巣がある部屋。で、2つ目が、ここかな。ここ、上のやつも、入れるみたいですね。多分。そうしないと計算が合わないので入れるんだと思います。ここが2つ目で、3つの蜘蛛の糸の部屋が一番奥。これ入るだけでいいのかな。あ、待って、ロープ取ってねえや俺そのフラグやってない。ちょっと待ってねダメじゃん、目がかゆい。一番、4つ目が一番左で、5個目がここだ。で、ロフク部屋目いくぞ。何書くか。何書くの。何。なあ、またお前か。お、立ち絵がある。あの子、そうだ、私がどこかで見た幽霊、やっぱりいたんだ。忘れちゃってただけなんだ。私とクロとエルちゃんはここで。え、なんでエル、エルちゃん、エルちゃんって誰だったっけ。ダメ、思い出そうとしたら頭がもやがかったみたいに。憎い。え、何もかもが憎い。殺してやる、殺してやる、殺してやる。エンダーやー絶対違う。で、何？うん、だよね。なんなの？もう何が何だか分かんない。とにかく今逃げないとダメそう。よし、セーブして。え、ちょ、逃げます。ちょっと、これでいいのか。おー、え、なに、あれに当たってもダメなのねなるほど、今回も厳しそうだ。キスがまた上限くれるのか。予兆の箱は絶望を蓄える。絶望なんてのもよ、どこにだって転がってんだ。怒り、妬み、恨み、悲しみ、愚かにも人間たちは自らの感情によって絶望を生み出してやがる。特別何もしなくたって予兆の箱は絶望を集められる。だけどよ、てめえは希望を蓄えなきゃなんねえ。希望っつうのはそう簡単に生まれるものでもねえんだ。だからよ、予兆に飲み込まれねえように希望を強く持ち続けろ。それがてめえの願いを叶えるために必要なことだ。
ょっと窓閉めて。これよくわかんねえよな、この会話。もう俺様に10回以上頼ってるわけだが情けなくならないか。そんな情けないてめえのためならいくらでも助言してやるけどよ。途中で放り、投げ出す、投げ出す、最後まであるよ。うん、大丈夫。たくさんもらうけど、別に、うん、投げ出す気はないです。うん。小さな闇に当たってもダメージがあるからな。いつもより慎重に進め。だけどよ、ちんたらちんたら進んでも、後ろの大きな闇に飲み込まれちまう。簡単なところはさっと進んで、難しいところに時間をかけろ。それと、左右の端から端まで動く奴ら、あいつらが一番厄介だ。パターンを覚えて、牢屋の回避場所をうまく利用していけ。なるほど。じゃあ行きますか。ほい。あ、まずここからも逃げんのね。あ、これに当たってもダメね。ああ。今のは最後のあっていうのかわいいな。あ、なあ、じゃ、難しいな。壁に進みすぎてもダメなんだ。いたよー、どうなのどうなのどうなの、かなり服着てやー、よーし行き止まり。ああ、私こんなとこで死んじゃうのかな。でもまあ結構楽しい人生だったかも。幼い頃は苦労したけど、黒と楽しい思い出たくさん作れたしね。結局黒は幽霊とかそういうの全く信じなかったな。今まさに私を殺そうとしているのがそれだっていうのにね。死にたくない、死にたくないよ黒、黒助けてよ、死にたくないよ黒、ごめんね。グッドモーニング。そんなモーニングコールいらねえよ。よかった、夢か。現実みたいな夢だったな。昔の記憶にある幽霊が出てきて、でもエルちゃんって誰なんだろう。私幽霊以外の、幽霊のこと以外も何か忘れちゃってるのかな。っていうか、ここどこ？なんかよくわかんないけど、牢屋みたいなところに閉じ込められちゃってるんですけど、何が起こって。そうだ、確か館を調べてて、廊下を歩いてたら後ろから何か近づいてきたんだ。その辺りから記憶がないから多分気絶しちゃったんだな。そうだ、黒は？黒、どこ？おーい、誰か？誰もいないの、どうしよう。ダメ、しっかりしなきゃ。私こんな時こそ落ち着かないと。冷静になってここから出る方法を。足音、助けて助けて。という経緯だ。一方その頃、華経院は
っていうわけでもなく。さあ、ここから出て会長さんを探そう。で、セーブしたいんだけどさ、上にセーブポイントないの？ちょっと録画長いんで一旦切ります。さて、セーブしたいんだけど大丈夫かな。あー、できたー。セーブと、これどのくらいの動画時間になるのかな。でも結構逃げてたからな。何分くらい逃げてたかな。まあでも、もうちょっとやらないとあれだよね、元は取れないと思うから。でここだよな、きっと。会長さんでも会長さんは向こう側だと思うんだよね、きっと。で、どうすればいいんだろう。まだこっちの3部屋開かないんだよね。なんか行けるとしたらここかなーって。ほら、あ、ワンコおいで。こいつはあんまり近づかない方がいい。やたら警戒してきて今みたいに吠えてくるんだ。そのせいでこの調理場が調べられないんだよな。あ、それならいい考えがあるよ。じゃじゃーん。なんだそれ。ドッグフードだよ。なんで持ってるんだ貴様は。なるほど、それで餌付けをするわけか。ってなんでそんなもの持ってるんだよ。こんなこともあろうかとリュックに入れておいたのだ。いや、普通こんなこと、こんな事態想定しないだろ。まあ犬とか猫にあげるために普段から持ち歩いてるだけなんだけどね。動物と気が過ぎるとそうなるのか。よし、担当食べ。なるほど、ありがとうリリー。ということなとりあえずこれだな。聞くに絶えず見るに絶えないのレコードを手に入れた。でこれだよな、きっと。あ、違うの。皿、調味料。てんてんてん。よく見ると内側の扉に、鍵がぶら下がっている。料理調室の鍵。ありがとう。食料庫。特に何もなさそうか。でこれだよな。あ、踏むと音が鳴る。でもワンコ、尻尾をブンブン振っている。ほら、うまくいったでしょ。おー、よしよし。めっちゃもう手なずけとるやん。包丁。マジ？包丁を手に入れちゃう。包丁。魚、肉、野菜、何でも生きる三徳包丁。あの化け物に包丁は効くとは思えないけど、なよりはマジか。コンロ、ガスコンロ、特に何もない。シンクも何もない。じゃあ料理教室どこだ？何回似たようなことやらかすんだ俺は、もう。さて、取って、で出てくんの？出てこない。じゃあセーブしとこう。セーブは分けておいて。どこの部屋？ここ？違う。まさかそっちのうるさい部屋ではないよな。よし、なんか血だらけだよ。なんだこれは、ひどい匂いだ。部屋がめちゃくちゃになってるね。そこら中に飛び散ってるのは血なのか。一体ここで何があったんだ。とりあえずこれだよな。表面に何か浮き出てきた。多分これはとうとう時計が出てくるんだろうな。あー、なるほど、向きか。向きなら簡単そうだね。とりあえず戻って。なんでトランプカード What? I don't know. わかんないよ。ハートに、その方向を向けと。ジャックってなんだっけ ?12? キングが13、ジャック、キング、クイーン、
あの辺ね、正直あんまり覚えてないんだよね。ジャックが11で、あれ？ジャック11の、クイーンが12？キングが13？なの？あの辺やっぱ覚えられてねえんだな。あれ？ 12 までだっけ？あれ？多分これなんだよね。ハートが2、ダイヤが1。ハートが2、ダイヤが1。で、クローバー8のジャック、クローバーが8。クローバーが1、2、3、4、5、6、7、8。あれ？ダイヤはご丁寧に黒い線が1本書いてあるけど、逆かこれ。8ん？やっぱこれじゃなくてあっちのか。やっぱ時計の方かな。日立の中に文書の書かれた紙。お、ルーク新しい子出てきたよ。わあ。よう、元気してるか、ルークだ。もう専属の料理人になって何年だろうな。聞くところによると聞くところってもう休止やん。お前は街でパン屋をしてるんだって。頑張れよ。ところでさ、俺はとんでもないものを見ちまったのかもしれない。この館には俺たち使用人にも知らされていない隠し部屋があるんだ。今日の昼食昼中間昼たまたま隠し部屋に入っていく旦那を見たんだ。あんなところにまさか部屋があるなんてと思ったが、やっぱり知っちまったら一度入ってみたくなっちまったんだよ。もしかしたらお宝を隠してあるのかもしれねえって期待してた。そんで夜になって旦那が寝室に行ったくらいに、こっそり隠し部屋に入る仕掛けを解いて中に入ったんだ。そうしたらよ、どうもおかしいんだ。どっからともなくうめき声みたいなものが聞こえてきてよ。ありゃ、獣の鳴き声じゃなかったな。苦痛に悲鳴を上げて人間、悲鳴を上げてる人間の声だ。そこにいるのが恐ろしくなって出ようと思ったんだが、その時に視線を感じたんだよ。ゾクッとして振り返ったんだが、結局何もなかったんだけどな。一体あれは何だったんだろうな。あれ？部屋のドアの誰かがノックしてる。誰だこんな時に。明らかやん、もう見たなーってやつでしょ。なるほど。はい、というところで、今回ここで一旦終わりにしたいと思います。ちょっと叫び疲れたから、ちょっと今日はここら辺にしようかな。いやー、でも続きがね、早く気になるところです。ということで終わりたいと思います。また次回よかったらお会いしましょう。今回失礼します。バイバイ。チャンネル登録やコメントお待ちしております。また、公式サイトやツイッターもよろしくお願いします。では、バイバイ。